知性発達学者加藤陽平とインテグラルトレーナー相田渡がお送りするインテグラルサイケデリックラジオ、お願いします。お願いします。リスナーの皆様、今回ですね第37回、のラジオですね、聞いていただきどうもありがとうございます。そして、本日もですね渡さん、どうぞよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もしかしたらリスナーの皆さん、少しね冒頭、あるいはこの私の声で、まあ、いつもとあまり変わらないじゃんって言われるかもしれませんけど、今ですねちょっと私自身ボストンに滞在しておりまして、でこの数日間ですね、ちょっとこう微熱感と鼻水、まあちょっと風邪の初期症状のようなものを患ってしまっていて、まあ、それでもボストンでの体験が、まあ、本当にこう素晴らしいものだったんで、今日渡さんに少し時間変更無理を言ってもらってですね、リスナーの皆様にお話を届けることができたらと思います。渡さん、今日もよろしくお願いします。いやー、よろしくお願いします。やっぱりボストンというのは寒さですかね、気温がぐっと低いんでしょうか。そうなんですよ、気温自体は、まあ、本当はフロー人間とボストンでそんなに変わらないんですよね、はい、ただ、あー、そうですか、うん、やっぱり私が到着した日から急にボストンが一段階寒さが変わり、でそうですよね、やっぱり渡さんもね、日本からこうオランダに来られた時、あの長距離フライトでよくね、うん、体調を管理されてたなと思ってて、私は結構フライトにあんまり強くないんだなっていうのを実感しましたね、うん、ああなるほど、うん、今回オランダからアムステルダムからボストンって7時間なんで、はい、中距離フライトなんで長距離じゃない、そうですかね、はい、はい、まあですけれども、ちょっとそのフライトと、まあ、この寒さでちょっとねこうビレッジですね。そうなんですよ、でこれってよくよく思い出してみるとかつても結構あったなと思ってて、うわ、うん、もしかしたらこれフライトの問題だけじゃなくて、やっぱこう寒さ対策、うん、いやなんか私はね、半パン半袖小学1年生モードでちょっとやりすぎてるかなって思うぐらい、うんうんうん、もっと高い格好してくればよかったと思いましたね。そう、乾燥してるってのがまた、ね、こう機内の乾燥ですよね。いや、おっしゃる通りですね、寒いところから寒いところの、ね、移動だからますます乾燥ですよ ね、 そうですね、湿度を持っていけないというか、あ、それが大きいですね、多分その機内の乾燥とホテルも乾燥してるじゃないですか。そうなんですよね、ホテルの方もそうなんですよ、うん、だから多分、あ、渡さんのおっしゃる通りですね、これ多分フライトだけじゃなくて、例えば7年前に、うんうん、ノルウェーのオスローに行った時にも、はい、やっぱもうかなり風邪の初期症状のもの、はい、夏だったんですけど、そうですよね、そうなんですよ、やっぱそうだね、乾燥に弱いんだな、フライトに弱いっていうのも、だからね、なんか今回改めて思ったのが、うん、もう長距離フライトとか日本に帰ることもうやめようって思うぐらいですよ。本当に、いやー、でもね、でも真面目な話、長距離フライトって寿命を短くさせると思うんですよ、単純に空の上で被爆するっていうだけじゃなくて、はい、やっぱその時差のところとかのアジャストとか で、うん、で実際に私が尊敬していたある画家の先生が80歳過ぎて日本に来られて、うんうん、パリからですね、はい、うんうん、まあ、その数瞬間後に亡くなられてしまったんですよ。うわ、やっぱ高齢になればなるだけ、まあ、ビジネスクラス、うん、ファーストクラスで来たとしてもやっぱ長距離フライトの負担、うん、これは大きいんじゃないかなと思いましたね。いや、でもそれって先生が以前こうお話ししてくださった高層ビルに住むっていう理論と結構似てるかもしれませんよね。なるほど。普段人間が生きている、ね、こうフィールドが変わった時に対するストレスのかかり度合い、うんうん、なるほどな。まだね、飛んで100年ぐらいの DNA しか受け継がれてないでしょうからね、僕らは。本当その通りですね。確かにな、通りだな、何かあるかもしれません、うん、空を飛ぶことに関して本当そうですね、まだ DNA の進化の過程でしょうね、うん、そうですね、船でゆっくりだったらまだいいかもしれないですけどね。なるほどな。いや、じゃあそれでいくと、うん、いや、イーロン・マスクが開発している街、うんうん、から街をもうほぼほぼめちゃくちゃ高速で移動させる、うん、まああれはそもそも郵便配達ぐらいのレベルでしょうけど、人間が、うんうん、例えばね、東京ボストン間飛行機だったら14時間かかるんだけど、それ1分で移動できるようになったら、うん、その負荷量って半端なさそうですね。
いやーもう G はすごいでしょうね。ね、この G は、うん。うん、確かにな。え、この G さん？この G スポット？いやいや、いや、すごいな。すごい絶好調なのかな、これは。どうなんだろうな。ボストン時間朝の7時半ですから。そうなんだ。あれ？あ、12時間と思ってたら、まだ7時半ですか？そうなんですよ。朝7時半なんですよ。早いなぁ。そうなんですよ。体調の中よく目覚めますね、またそこで。いや、でもまあ、昨日もう午後8時には寝てたんで。ああ、まあでも、やっぱ睡眠は大事ですよね。ですね。いや、でもですね、渡るさん、そしてリスナーの皆様、うん、こうやって体調が崩れたことをはるかにしのぐ実りがありました。やばいな、ちょっと本当楽しみです、うん。5年ぶりにボストン来たんですけれども、はい、いやもうとにかく充実しているの一言で、はい、それは美術館とか観光が充実してるっていうところじゃないんですよ。今回それは目的じゃないんですね。はい、今回は私が今年出願しようと思っているハーバード進学大学院、まあ、通称 HDS、うん、ここでのオープンキャンパスで、もう渡さんにお話ししたいこと、リスナーの皆様にお伝えしたいことがたくさんあるんですよ。へー、もう なんだろうな、なんか想像できないで、本当にこう自由になんかお話ししていただいて、それに対するこうなんだろうコメントできればなっていうような感じが、嬉しいです、うん。じゃあ私が一番最大に嬉しかったことから伝えていいですか？いきなりもう。ぜひ、ぜひ。それはですね。大事な話。うん。ハーバードにやっぱり、サイケデリックルネサンスは本当に怒ってると思いました。やば！もちろん、もちろん私が今回来たのは、HDS っていうね、うん、ハーバード進学大学院だけなんですよ。なので、はい、ハーバードは学部のね、機関、学部、学士号のプログラムもあるし、ビジネススクール、ロースクール、ケネディスクールとかデザインスクールとか、いろんなスクールがあるわけじゃないですか。なので、ちょっと一般化することは難しいですけど、少なくとも HDS にこう関していけば、なんとですね、ほぼほぼ全員が関心持ってる。何かしらの形で。すごいな。デリックスに対して。これはですね、私正直驚きました。これ最大のびっくり、まず。じゃあどんなところに感じたかもちょっと伝えていいですか？ぜひ。オープンキャンパスイベントに3日前行ったんですね。はい。で、これはもう1日かけて行われるイベントで、うん、で朝の8時半から受付開始なんですね。はい。でちょうど午後から2つほど聴講オーディットできるクラスがこうあって、ただ枠が5人、うん、5人しか受け付けてないと。なのでこれはもう先着順って言ってたんで、早めに行こうと思って30分前に行ったんですよ、うん、まあうんうん、ドラゴンクエスト発売前に並ぶあんな感じ、はい、で私当然一番乗りしたんでうわー、まあ、素晴らしいですね、はい、授業聴講できたんですけど、でその後に朝食会場に参加者たちが招かれた時に、うん、6人掛けのテーブルにまず座ったんですよ、はい、その時に私は最初、私と全く同じぐらいの情熱を持ってたロシア人のアリーシャっていう女性がいて、うんうん、で彼女と一緒にちょっと受付で話をしたり、で朝食も一緒に取ってたんですね、はい、そうすると6人テーブルがその他4席も埋まったと。じゃあ、はい、そこで、まあ、当然これ今回オープンイベントなんで、どのプログラムにアプライするかと、うん、そうですね、そうですね、まずそこです、はい、そう、 HDS には合計、まあ、4つプログラムがあるんですね。これちょっと皆様にも紹介したいなと思って、一つは神父さんとか神職さんになることを目的にした実践的な3年間のプログラム、はい、これが一つ、マスター・オブ・ディヴィニティ・スタディーズかな、 MDiv って呼ばれるプログラムがあると、うんうんうん、でもう一個が私がアプライしようと思ってる、こちらは2年間のプログラムで、マスター・オブ・セオロジカル・スタディーズっていう MTS と、こっちは学術研究を主にするプログラム、はい、でもう一つがですね、うん、もう一つが、セオロジカルマスターズっていう1年間のプログラムで、これはもうある種特別な生徒しか受け入れてないんですね。MDiv って3年間のプログラム終わった後に、もう1年間学術研究を加えたい人が 4年目に応募するみたいなプログラム。はいはい。で、もう一個がこの3、4年前にまだできたばっか、3年前かな、できたばっかしのマスターオブ、ちょっと待ってくださいね、リリジョン&パブリックライフっていう宗教と公共生活っていう1年間のプログラムで、う
これは基本的にはですね、ジャーナリストの方とか、かなりプロフェッショナルの人がアプライする。こっちも実践的な。なので、今回のオープンキャンパスイベント、みんなどのプログラムにアプライするの、でそれなんで、どんな経歴からっていうことをまず必ず話すんですよ。でうわー、面白そう。でその6人テーブルのところで、私がシェアをしたのは、もうここに来た目的一つしかないって言って、サイケデリスク研究ですね。それを、まあ、宗教のこう観点から研究するって言ったときに、まあ、どんな反応するかなって、気になったんですよ。そうすると、驚いたことに、本当に全員が、もうまず知識がちゃんとあるんですよ、ある程度の。すごい。あるし、何かしらの体験もしてるんですよ。ははテーブル席に座ってた一人のコロラドから来た女性は、つい、先週、家族全員でアヤワスカのセミナーに参加したと。すげえなで。それが5回目って言ってて、私と同じじゃんって言って、5回って。アヤワスカのね、回数は、うん。そう。それ以外にも、ダニエルさんっていうね、もう名前も覚えてますけど、まあ70歳近く、結構ね、お年寄りのお召した方もたくさん来てましたね。へぇ、はい。この、HDS のプログラム、年齢層が本当に広くて、20歳から70歳ぐらいまで来るんですよ。すごいな。20歳って飛び級じゃんと思って、修士号20歳って。確かに。どっちもすごいな。うん、そう。で、まあ、そのダニエルさんね、70歳近くの方ですけども、まあ、その方も70歳近いんで、1960年、70年代の第一次サイケデリクスブーム、まあ、これが一番多分青年期とかだったんでしょうね。はい、うん、で、彼自身もサイケデリクスについて関心があって、その方とは結構マイケル・ポランの本について建設的な批判を加えてました、お互いに。すごいなって、うん、ちょっと内容も気になっちゃうけど、そうそう、うん、まあそれだけじゃなくて、午後からまあ聴講した、私が聴講したオーディットしたクラスはですね、ユダヤ教の神秘主義のクラスで、うんうん、サイケデリクス体験っていうのは一つ神秘主義思想とすごく相性がいいので、まあ、そのクラスを受講したんですけど、はい、まあここでも当然ですね、うん、超高生とか関係ないんですよ、私の場合。とにかく、積極的に質問する。一番、うわ、一番発言したのは私でした。申し訳ないけど、クラスのみんなにも。へやっぱアメリカではね、それくらいやらないとダメだなと思ってて、うざいぐらいに来ました。鼻水噛みながら。でもそこでも、やっぱり教授もそうだし、学生も、サイケデリクスのね、私からの問いが一番議論が盛り上がったんですよ。へえ。いや、まさにユダヤ教のね、カバラとかトーラーっていう、トーラーはね、本ですけども、やっぱりそこにもサイケデリックス体験につながる記述があるし、カバラの実践なんでね、もうサイケデリックスとつながるもの、思想的につながるものたくさんあるんで、とにかく一番嬉しかったのは、あ、ここだ、ここではサイケデリックスについて学問的に話ができるし、全員その話にの、ほぼ全員ですね、乗ってきてくれるんだなってことが大きかったですね。はあ、もうトピックとして今熱いんですね、盛り上がってるんですね。やっぱそうですね、だと思いました。多分トピックとして本当にこう熱いし、同時にやっぱまだまだ未開拓だなって思いましたね。解き明かされてない部分がたくさんある、多く残ってると。そう、特に他の学問分野といいますか、特に宗教との兼ね合いとかはまだまだ議論の余地たくさんあるし、うん、他のね、社会科学の観点からもそうだと思いますけど、そうですね。そうか。でもまたその投げかけた質問自体も、こう、聴講者の人にとっては、こう、興味深い関心事だったんじゃないですか。どういったことを投げかけたんですか。私がまず投げかけたのは、その教授が、渡辺さんともこの間、今ちょっとレジュメがあるんですけど、この間ね、哲学のところでも話した存在論と認識論、ユダヤ教における存在と認識論の話をしてて、はい。で、特にユダヤ教の認識論に関しては、認識論っていうのはね、セオリー・オブ・ノーイングっていう知ることに関する、知識に関する理論体系なわけですけれども、カッコ書きでセオリー・オブ・エクスペリエンスって書いてたんですよ。これはすごく興味深いなと思って。経験、うんうん、そうそうそう。私はこの経験、体験っていうものは、常にこれエクスペリエンス見たらサイケデリックエクスペリエンスとつながるように脳内回路になってるんで、あ、ここで、うん、じゃあそのユダヤ教のこう観点からサイケデリックス体験というものがユダヤ教の認識論の観点でどういうふうに紐解くことができますかっていう、まずちょっと抽象的な質問を投げかけたんですよ、うん、でそれに対して議論が盛り上がったっていうのが一つ。へ、
あとは渡辺さんもね、シロシビンセッションで体験されていたであろう、まあ、いろんなものが知覚されるじゃないですか、うんうんうん、でやっぱ意識の空間の中にはそのなんでしょう、ビーイングの階層構造とか、まあ、はあ、があるはずで、でその今度はオントロジーの観点からも神秘し、オントロジーの観点からもサイケデリック体験について質問していったっていうのがまずありますかね。なるほど。そう、でそれに対してまたみんな盛り上がれるぐらいのなんていうんですかね、こうもう情報として知っていることが多いんですね。そうですね、だと思います。しかもやっぱアメリカは特にそのアヤバスカと ペオーテとかがまあもうかなり解禁されてるんで、はい、特にアヤバスカです、まあ HDS にいる生徒でアヤバスカ飲んだことない人を探すぐらい難しいかもしれないぐらい、へえ、アメリカで一般的になってますね、やっぱり。そうですね、そう、まあ、あとは細かな質問で、ね、ユダヤ教の聖書であるトーラーですね、トーラーの中に サイケデリックの宗教的儀式の使用に関するなんか言葉とかセンテンスはあるかっていうのは質問とかもしましたかね。ははそれに対してこう加藤先生が納得のいくというか満足のいく回答を得られた感じですか、それともまた何か別の視点を持ったとか。そうですね、トーラーに関しては残念ながらサイケデリックの使用じゃなくてタバコとアルコールの使用なんですよね、うん、で、まあ、このタバコはこのカンナビスともつながるような発想で、でもやっぱりいずれにせよユダヤ教においてもサイコアクティブな物質を宗教儀式で使うっていうところはトーラーにも記述があるんだなっていうことは一つ収穫でしたかね。なるほど、うん、そうなんです。でも私はね、本当クラスの中でも言いましたけど、ユダヤ教についてはまあそこにいる人たち全員ユダヤ人だと思うんで、ユダヤ教について全然知らない人間がね、ちょっとこういろんな基本的な質問もしてしまったのはちょっと恐縮でしたけど、うん、熱意はでもしっかり届いてるはずですね。いやね、それはそうだったらいいですけどね、本当ね、うん、そうだな。でもやっぱりこのユダヤ教の神秘主義、今1枚のねレジュメもらったんですけど、見てて、はい、やっぱりこれはもうサイケデリックス体験を語ってるとしか思えないですね、本当に。でもやっぱりそういうサイケデリックス体験のその超越世界での体験を真実の世界と捉えて、それを現代の言葉に置き換えて、なんだろう、一つの宗教体系を作ってるっていう風な見方になるってことですか、それは。だと思いますね、本当にそうだと思います。やっぱこのコーラーの一連の記述を見てると、やっぱどの宗教とも結局的にはね、最終的にはやっぱ繋がるんですよね。そうなんだ、なるほどな。だからこうユダヤ教の言ってるゴッドの考え方とか、うん、そうそう、あの世界っていう表現をするときにも、うん、あのザ・ワールドっていうザをつけるのか、ワールズって複数形にするのか、うん、ザ・ワールドだったらば絶対的一者で、ワールズは相対的な多様な世界ですよね。なので前者は人間にアクセスすることができないんですけど、後者は人間にアクセスすることができる、うん、もうちょっといけば前者の絶対的な世界の一部は人間の知性でアクセスできるけれども、うんうん、絶対的世界の全体を知性でアクセスすることはこうできないとか、例えばこう書かれて、うん、いやこれは本当にサイケデリックの体験そのものだなと思いますね。さあ、いやなんかでもその、うんうん、調校の場で加藤先生がこうもう血気盛んに質問してる姿がなんか今こう目に浮かびますね。いやもう本当にね、結構盛り上がりそうだな。なんでしたね。そう。いやでもやっぱりその他にも、もともとね、このイベントの前日には、うん、HDS に併設されている世界の、世界の宗教研究センター、うんうんうん、でそこに行って、ラッセル・パウエル博士っていう博士に面会してたんですよ。はいはい、でやっぱりその研究センターでもサイケデリックのプロジェクトが今も立ち上がってて、まあもう研究できる体制は整ってるっておっしゃってましたね。すげえ。え、もうもう一回本当にそこからこう力持って、しかも歴史も携えてるから、そう、さらにエネルギーが湧き立ちそうですね。そうなんですよ。で渡さんのおっしゃる通りで、やっぱそのパウエル博士と話した時にハーバードの一つ汚点があって、それ何かっていうと、ティモシー・リアリーとリチャード・アルパートのあれは汚点なんですよね、うん、ある意味。あ、
そう捉えられてるんだ。ハーバードサイケデリッククラブって通称呼ばれたりする、はいはい、あるいはハーバード白市民プロジェクト、あれは、はい、まあ本当は部外者からすればすごく大事な貢献だと思うんですけど、うん、あれスキャンダル、ね、スキャンダルなんで、でかつうわあの研究ってやっぱ今の現代科学の観点からすると実験デザインがかなり不備が多いんですよ。なのでハーバードにとっては隠したい過去なんですね。だから逆に言えば今回のサイケデリックルネサンスでハーバードはもう名前をかけてでも名誉をかけてでもうまくさせるっていう、そういうことだ。それは感じました。もう絶対に失敗できないからこそ絶対に力を入れるぞっていう部分ですよね。おっしゃる通り。でもそうだと思いました。うわ、汚名返上で。そうだと思いました。そうだからね、過去の逆にすごいとこだ。私はリアリーとかリチャード・アルパートとかね、うん、もう本当に敬意を表しますよ逆に、うん、彼のおかげでね、こうした第二次ブームで本当の盛り上がりが来たというか、そうですね、真剣に研究していこうという動きが起こったから、うん、で細かな話すると渡辺さん、あのぜひ、うん、この1962年のあの、うんうん、マーシュ礼拝堂、ボストン大学のマーシュ礼拝堂、はいはいはい、シロシビン研究の実験場行ってきました、うん、うわすげえ、わざわざボストン大学まで行ってきてよかったです。あの今日礼拝堂、え、場の力というかどうですかそのあたりは。ありましたね。まあ私もあの今日、うん、その一番ここでも教会一番乗りしたんですねする必要ねえのにとか思いながら誰もいなかったんですよ礼拝堂。あ、はいはいはい、まあ、とことこと祭壇の最前列に座って腰掛けて瞑想してた時に、あ、今から60年前この場所でウォルター・パンケ、ね、リアリーの指導、リアリーを指導教官に持つ、そうなんだ、HDS の博士課程に在籍してたウォルター・パンケがここでボストン市内の進学大学院生を集めて白市民研究してたんだなって感慨深かったですね。そういう、あ、そういう過去もあったんですね。そうなんですよ。はで、その礼拝堂でメディテーション、まあそんな長くないですよ、15分間ぐらい黙想してた時に、うん、し終わった後にちょっと2階のステンドグラスすごく綺麗だったんで2階に上がって見てたら、ほうほう、そこに1枚のステンドグラスにですね、うん、ベリタスって言葉が書かれてたんですね。ベリタス、なんかとても大事な言葉のように思います。そうです。何ですかベリタス。ベリタスっていうのはあのこれ多分ラテン語だったと思うんですね。これは、はい、実はベリタスっていうのはハーバードのトレードマークなんですよ、ことそのベリタスっていう言葉が。何を表してるかっていうと、はいはいはい、ベリタスっていうのはこれ端的にいけば真実とか真理って意味なんですね。でこれラテン語ですね。そうそうそう。で、そのハーバードは大学として真理を追求する大学なんですよ。ベリタスっていう、こう、へぇ、ね、言葉を入れてる。で、私はそこでハッとさせられたのが、そのステンドグラス見て、そうなんだよなって、渡さんも感じたでしょ。白紙瓶、サイケデリクスのあの力。はい、自分にとって、あるいは世界の真理を開示してくれるんだよなっていう。だから、ハーバードの見学の歴史からすると、うん、あの学問を突き詰めて真理を追求するって意味だと思うんですけど、でも私はそれを超えたところにもある、はい、そのある種サイケデリック的な真理、多分そっちが私はかなり究極的な真理に近いんじゃないかなと思ってて、でもしかしたらですけども、うん、ハーバードのねベリタスもそこまで踏み込んでる可能性もあるかなって思ってて、やっぱねベリタスっていう言葉、まあ、これはあの渡辺さんが受験する IELTS には出ません。ただ GRE には出ます、うん。そうだったらむず絶対に想像できない。ベリタス。あ、でも今ので覚えたなぁ。そう、ベリタス。いや、だから、なんかこう、今日、今回、ボストン来てのいろんな導きがあったなと思いましたね。その礼拝堂でステンドグラス、ベリタスっていう言葉、これハーバードの交渉の言葉じゃんと思って。はで、あとまだ、渡辺さんいいですか。ぜひ、うん、いや、なんかいいなぁ。言った人の力、言葉の力ってなんか宿ってますね、やっぱね。もう、うん、あのね、体調はまだちょっと8割ですけど、もう。いやいや、もう感じさせないです。だけ。渡辺さんからのレスポンスも本当に嬉しく。であとは、その、HDS に併設されている宗教研究センターですね。これ、世界のさまざまな宗教を研究する場所で、はい、いろんなプロジェクトが立ち上がってますと。うんうん、はい。サイケデリックスは特に超越体験、神秘体験のカテゴリーで研究されているわけなんですけど、うんうん、はい、また嬉しかったことがあって、研究センター入って
受付の前通り過ぎようとしてたら、そこに解放誌が置かれてたんですよ。はいはい。雑誌がね、HDS が発行してる。うん、それ一応最新刊みたいなんですけど、2022年の秋冬号。あ、なんと。ちょっと、1年前。うん、あの、半年ぐらい前ですかね。あ、そうかそうか、1年ぐらい前か。まあ、そうです、うんうん。なんと、そこの表紙に、もうサイケデリックスって言葉が書かれてたんですよ。すげえ。あ、やっぱり、それぐらい解放誌にサイケデリックスの特集論文載せるぐらい、いや、ハーバード今、情報発信研究進めてんだなと思いましたね。いやー、ムーブメントとしてはもうバッチリすぎますね。バッチリすぎ。本当に機運が高まってるんですね。だと思いましたね。そう。あ、だから、あの、もちろん、その、サイケデリス研究をどんな観点からするかっていうね、渡るさんと私も常にこう考えていることだと思うんですよ。やっぱそれでいくと、まあ、どちらかというと、まあ、ある種、まあ、フラットランドっていうくくりにはしたくないですけど、とにかく右正面の観点からの研究は多いんですよ。それでいくと、はい、この世にですね。そうそうそう。それでいくと、ハーバードのサイケデリス研究って、まあ、右正面に強みはある感じはしないんですね。うん、まあ、もちろん、メディカルスクールでやってる研究であれば、右証言的だと思いますけど、はい、そんなにハーバードのメディカルスクールって聞かないんですよ、白紙瓶。あ、一応あるイメージ、僕もそうですね、うん、やっぱジョンズ・ホップキンスの方が有名だし、はいはい、そうですね、 UCLA とかの方が、うん、有名だと思ってて、じゃあそのハーバードの強みっていうと、はい、その人文学系なんですよね、宗教学、人文学、なるほどな、宗教とか哲学的なところ、うん、はい、私はもちろん右証言のね、あの、研究成果は常に追っていきたいと思いますけど、自分が研究する立場だったらば、やっぱり左証言を扱いたいんですよね。うんうん、なので、まあ、それも含めて、うんうん、はい、まあ、やっぱりその、久しぶりに渡さん来たんですよ、12年ぶり。何がっていうと、ここだ、うん、ここしかないっていう。あ、いやー、すげえ。JFK の時に、JFK の時にもオープンキャンパス行ったんですよ。はい、で、フロー人間の時はオープンキャンパスなかったんですけど、うん、まあ JFK の12年前、英語もあんま喋れない中で行った、あの雰囲気、あの感覚、こう HDS はすごく良かったなと思うのが、スノビッシュじゃ全然ないんですよ。ハーバードって言うとちょっとスノビッシュな感じする人多いかもしれないけど、全然スノビッシュ。スノビッシュってどういうことですか？あの、スノビッシュっていうのは、なんて言ったら、貴族的なとか、鼻にかかる。はいはいはい、はい、そういう意味ですね、スノビッシュ。うんうんうん、これアイレツ出ますよ、単語、スノビッシュ。やばいやばいやばい。うんうん、やっぱそんな感じは全然なく、めちゃくちゃアットホームでびっくりした。そうなんだ。あの、プロ、このね、イベントに参加した人たちもそうだし、めちゃくちゃアットホームで、うん、あ、久しぶりにこうやって心と心が打ち解ける会話したなと思いましたね、アメリカ人と。はあ、いい感覚だな、その、なんか、確信感ですよね、ここだっていう。いや、ここだって感じでしたね。だからね、もうそれを受けて、まあ、HDS 受かるか全然分かんないんですよ。競争率高いし。でも、そうですね、ここだって思ったんで、あの、マンションの下見行ってきました、いろいろ。鼻水出しながら。もう私決めました。もうここしかねえっていうね、めちゃくちゃいいラグジュアリーマンション見つけて、もうここしかねえなと思って。いや、渡さん、そこ、あの、お招きしますんで、めちゃくちゃいいマンション見つけて。そうですか。うん、ただ、まあ、あの、ボストンって、どういいんだろう、うん、ボストンってただでさえ、家賃高いんですよ。今、未曽有の円安じゃないですか。でも、もうあの、生活環境はね、やっぱ不老人間のあの静かな家とか住んでたら、めちゃくちゃ大事だなと思って、静かな環境とか、整った環境。はい、なので、もう家の下見も完了したんで、もうあとは、準備を、ちゃんと、出願準備をするだけだなと。すごいなぁ。いや、もうこれはもう、バッチリですね、流れが。いやー、もうね、この流れを受けて、そうですね、ハマってるなー。それはね、なんか本当に久々に JFK 以来感じた12年サイクルできた感じだなと思ってて、そう。いやー、だからさっきの、あの、 HDS 併設の宗教センター、そこの支援のもと、うんうん、サイケデリックリーディングクラブっていうのがあるんですね、サイケデリック。あ、なんか読書会っていう。そうそうそう、読書会、うんうん、これが相当ガチ、はいはい、参加して、ガチなやつ、ね、うん、で、今回スケジュールが合わなかったんで、うんうん、ただ、主催者の一人のポールっていう MDiv の3年目の学生が、1時間時間取ってくれて、面会したんですよ。うん、そしたら、めっちゃいことが起こって、その読書会、うん、私はてっきり、あの、HDS の大学院生しか参加してないのかなと思ったら、そうじゃないんですよ。
なんとサイケデリックスに関心がある引退した教授とか大御所とか、あとはアヤワスカ研究をガチでやっているバイオロジーディパートメントの博士課程の生徒とか、もう全ハーバードおよびハーバードの卒業生が集まってて、まあ、一応グループの人数というのは20人ぐらいらしいんですけど、ラッセル・パウエル博士も久々にこんな成功してる読書会を見たっていうぐらいうまくいってる読書会みたいですね。すごい。そう。で、あの、私その読書会のメンバーにしてもらってます。もう入ってもね。もう？あの、Google ドライブポールが共有してくれて、どんな本論文読んでるのか知りたいんで、うん、って言ったら、いや確かに、Google のドライブ共有してもらったのと、うんうん、あとポールがもう3年目で博士課程に行く気はないらしいんですね。あ、はいはい、ということは、まあ、もう一人ポールとジェフリーっていうのがいて、二人とも3年目なんですよ、 MDiv の、うん、なので私言ったのは、うんうん、あ、私が引き継ぐよって言いました。入ってないって、まだ入ってない、入ってないんだけど、もう引き継ぐ気満々で、で今回やっぱアメリカ来たの5年ぶりだったんですよ。で最初はやっぱりアメリカンの英語ってやっぱ当然ネイティブだから早いわけですよね、オランダ人の英語と比べて。でも、うわ、やっぱそうなんだ、うん、クラスの聴講とかして分かったのが、あ、サイケデリクスだったら自分は読書会のリーダーになれるし、なんならもうあの講師として活動できるなって思ったぐらい、やっぱ自分の英語力が高まってると思ったんですよ。うん、だからポールに言いました。引き継ぐよって、引き継ぐよって、入ってもねえのに。ちなみにポールさんのリアクションはどうでしたか？いや、ポールもあのちょっとニヤッとしながら、でもやっぱりそうやってサイケデリックスに関して情熱を持っている人が来てくれることは本当に嬉しいって言ってましたね。うわー、そこはしっかり伝わって嬉しい気持ちまで、うん、持ってくれるんだ、わ、いいな、その手応え感。そうなんですよね、うん。まあなので本当にその読書会はね、実はまだ今年始まったばっかしみたいなんですよね。それで20人の規模で卒業 OB まで来るってすごいですね。そうなんですよ、だからやっぱりこの読書会は絶やしちゃいけないなって思ったんで、うん、だから自分の志望読書にもこの読書会の話は必ずしようと思ってて、まあ、志望読書はその自分がどんな人間か、何を研究したいのかアピールするだけじゃ不十分で、コミュニティにどう貢献することができるのかについても書かないといけないわけなんですね。ははなので、まあ、読書会を引き継ぐとか、ここでリーダーシップの役割を果たすっていうのは絶対これを書いておきたいなと思いましたね。うん、うん、そうか、コミュニティっていうのはハーバードにあるコミュニティへの貢献もことも言うし、また地域とか世界に開かれたコミュニティ、そうそうそう、まあ、いろいろあるわけですね。そうで、少なくとも HDS のコミュニティに対して何ができるのかは絶対書かないといけないし、うん、まあオンライン面接もあるんで、これ書類審査通ったらそこでも言う必要があるだろうなと思いましたね。そうか、うん、で、あとはそうだね、いやでも、うん、やっぱ HDS はなんだろう、うん、どうぞ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 、いやどうぞ、あ、いやでも HDS はやっぱりそのあのアドミッションオフィスのアソシエイトディレクターの方が、日系アメリカ人の方で、まあ、その方日本語話せないんですけど、はいはい、マーガレット・オカタ・シャックっていう日本人のお母さんとドイツ人のお父さんをお持ちのマーガレットさんの話を聞いたところ、やっぱ日本人で HDS 出願する人本当にいないらしいんですよね。ただまあ毎年一人ぐらいは来てるって話をしてて、でもその人たちね、全然ブログとか情報発信してくれないから分かんないですよね。そうですよね。まあなので、まあこのマイノリティであることが逆にまた自分の強みになるというか、日本人が他にいないこと、うんうんうん、あとは自分の神道仏教のバックグラウンド、まあそこもなんかコミュニティへの多様性をね、豊かにする意味での貢献、なんかそのあたりは書けるかなと思いましたね。そうですよね、うん、確かに貴重な日本人ですね。そうなんですよ、うん、でマーガレットさんもね、もうぜひアプライしてって言ってたんで、まあ、当然もうアプライする気は満々で、うわー、なんか嬉しいな、そんな言葉、うん、だから私一番今回嬉し、願ってるのは書類が審査ちゃんと通り、面接、まあ、15分ぐらいの短い面接なんですけど、そこで、うん、まあ、そのアソシエイトディレクターのマーガレットさんか、まあ、もう一人ディレクターの、 あのキューバ人の、 あのミスターソートーさんという方がいて、その二人とはこのイベントでもう隙間時間にいろいろ話してたんで、まあ、インタビューはこの二人から受けれたらもうなんかいけそうかなって思いましたね。まあ、面接まで進めてこの二人と話せればどんな人かもう悟るエネルギーその場で共有したんで。はいはいはい、うん、そうそうそうです。なんかでもいい流れ来そうだな。ヨタルさんまだあるんですよ。
まだですか、うん、ちょっとまだ怒涛で。いや、いい収穫ですね、うんうん。まだ驚きがあって、ぜひ、うん、今度は書店巡りしたんですね、私。おもうわかるでしょ、わかるでしょ、うん、もうもう何を言わんとしてるか。まず、まあ、ハーバードの、ハーバード駅っていうのがここあって、渡辺さんも多分見たことがあるであろう、ジョン・ハーバードの像って見たことあります？あの一番有名なハーバードの建設者と言われているけど、建設者じゃない人の銅像が立ってる、うん。あれがハーバード・ヤードっていう場所にこうあって、はいはい、このハーバード駅近くに、あのクープっていう、これ、正教に当たるのかな、いろんなグッズ売ってたり、本を売ってるところがあるんですよ。うんうん、ハーバード・クープ。はい、COOP、うんうん、で、はいはい、でその本やった時にもやっぱね、マイケル・ポーランだけじゃなくてサイケデリクスの本が数冊置いてましたね、うん、うわーちゃんと並んでるのすごいですねそうなんですよ。でちょっと今日今回本編はね、渡辺さんの話あんまり聞けなくて申し訳ないですけど、ただ渡辺さんが最近関心持ってる LSD、 例えばあのミシェル・フーコーって LSD 摂取 してるんですよ。そうなんだ、うん、でミシェル・フーコーが社会の病理に対して目が開かれたのは LSD のやっぱこう力がこうあって、そのミシェル・フーコーの社会思想と、LSD を絡めた本とかも置いてありましたね。なるほど、うん、これが一つ。ハーバードの生粋の書店ですねにもサイケデリクスの本が置かれてましたよというのは一つで、はい、もう一個、私5年前にボストン来た時にもそのハーバード大学がある、まあ、メインキャンパスがある場所からマサチューセッツアベニューっていう通りをずっと東の方に下っていくと、セブンスターズっていうですね、面白い本屋さんがあるんですよ。へえ。私5年前にもここで10冊ぐらいですね、神秘思想とか、まあ、ウィルバーの本で買ってない本もあったんで、ここで買った記憶があったんですよ、うんうん、はい、で5年ぶりに行ったら5年前と違うことが起きてたんですよ。ほうほう、どんな？なんとですね、このセブンスターズさん、まあ、ここは、宗教関係の本がめちゃくちゃ想像絵がよく、あとはスピリチュアリティとか、あと占星術とか含めたオカルトの本も半端なく置いてるんですよ。で、うんうんうん、5年前になかったの何かっていうと、なんと、サイケデリックスに関する本だけ集めた棚ができてたんですよ。そこにはですね、5、60冊ぐらいありました、うん、サイケデリックス関係の本がずらっと。すげえ。もう本屋までムーブメントができて整ってるんですね。そうだと思いました。へえ。だからちょうど私がヨーロッパのアマゾンじゃ、ああ、ちょっとこれ価格が高騰してるなって思ってたり、絶版。はいはい、ありますよね。そう、あるんですよ。うん、日本のアマゾンでもあるでしょ、うん、そういうことね、結構。はいはい、うん。で、これアメリカに行ったら買おうと思ってた、購入文献予定リストを眺めたときに、ちょうど買いたいと思ってた本がセブンスターズさんにあったんで、ちょっとまた追加で、めっちゃいいその感覚、10冊ぐらい購入して、そう。はい。私もぜひ、なんか、ボストンね、来ることがあれば。まあ実はボストンって言うけど、ハーバードがあるのボストンじゃないんですよね。え？そうなんですか？ボストン市じゃなくて、ケンブリッジ市なんで、そう、まあ、お隣の市なんですけど、違うんですよね。ただ、ケンブリッジって言っても通じない人たち、日本人多いんで、ボストンってくくりにしてるんですけど。うんうん。うん。そういうことなんだ。そうそうそう。なので、ケンブリッジ市ですかね。そうそうそう。うん。まあ、ただこのケンブリッジ。でも、書店いいな。そう、書店はね、やっぱこれはすごかったっすよ。だからやっぱそのポールが。やっぱり。あ、どうぞどうぞ。うんうん。なんかこう、右側、右上的な話よりも、やっぱりその、社会学とか哲学とか宗教のサイケデリックがやっぱり色濃いようなイメージもありますか？そこの書店にすら。あ、いや、書店はやっぱどっちも扱ってますね、やっぱり。どっちもなんだ。うん。うん、そうですね、うん。そうだな、そうですね。うん。セブンスターズさんで置かれてた本はどっちもですね。うん。おぉ、バランスがいいですね。うん、いや、他にどうですか、その他。そうですね。まあでもやっぱりそのオープンキャンパスイベントと本屋のインパクトがやっぱ相当強かったかな。そうですね。やっぱりまあ本当にこう、ここで、ここ、まあ自分の研究はやっぱここでしかできないなっていう実感を持てたっていうことが、
まあ、今回やっぱこうね、体調崩しながらも来てよかったなって思ったところですかね。うん、いや、いつも体調がいいから、こういう時があるとより覚えそうですね。体調悪いってことに気もついて。そうそうそう。本当、そうだと思いますね。うん。でもやっぱり今日のね、なんかあの、渡るさんのソーダ TV の方も拝見させていただきましたけど、やっぱりこうやって旅来ると夢をいろいろ見てる、うん、夢もやっぱサイケデリックスに関しても相当増えてて、でそれがやっぱ最近ですか、ちょっと聞かせてください。あの、うん、例えばやっぱりその、うん、さっき紹介したポールが出てくる夢ってのも結構あって、でやっぱりもう自分がサイケデリックスの読書会をファシリテーションしてる夢ってのが繰り返し見たし、あとはハーバードの学部生ですね、学部生に対してレクチャラーとして講義してる自分ももう見えてたんで、ああやっぱこれはなんかもう正夢になってほしいなって思いましたね。そんな夢を見てたっていうのがまあ一つあるし、うん、あとは今朝見てた夢もサイケデリック関係の夢で、はいはい、あこれは洞察深い夢だなって思ったんですよ、うんうんうん、ちょっとこれボストン滞在の話とあんまりつながらないかもしれないですけど、うんうん、今朝方の夢はサイケデリックスの品質保証とブロックチェーンテクノロジーに関する夢だったんですよ。ほー、それ何かっていうと、うん、とりわけその LSD とか MDMA、DMT 含めた、まあ、DMT はあんまりないんですけど、 LSD とか MDMA のような合成系のサイケデリックスって、うん、やっぱ実際にそれとは全く違う物質として販売されてたり、危険な物質が混ざってるっていうことがやっぱよくあるんですよね、うんうんうん、でそうした状況を考えてみたときに、あのまあ、まずはそもそも、いや、それらの物質早く合法化しないからそんなこと起こるんだよって話じゃないですか。確かに、ね。合法化して。それこそハムリダクション、ね。そうそう。ちゃんと政府の認可がある、信頼できる会社なり、ね、プライベートカンパニーから作ってもらう。そうすると品質保証できるわけでしょ、はい。で、まあ、そうでなかったとしても、あるいはそれが実現されたときに、これブロックチェーンを絡めたら、相当大きなことができるなと思ったんですね。ほう、それはどういうことだろう。それ何かっていうと、ブロックチェーン技術を活用したトレーサビリティの確保ができる。これがサイケデリック業界を大きく変えるってひらめいたのが今朝方の夢だったんですよ。うん、これわかります、渡辺さんも。ああのイメージはわかります。このなんていうんですかね、こう製造にこう全部こうなんていうか番号を振れなりして製造管理ってことですよね。その通り。あのブロックチェーン技術のすごいところは、もうあの改ざんが不可能な形で誰がいつどのような場所でどこでそのサイケデリック作ったか、そして消費者に届くまでの流通プロセスまでもが全部ブロックチェーンの台帳データに刻まれる。こうすると合成系のサイケデリックに関しては相当品質保証ができるなと思ったんですよ、うん、さらには消費者自身が何をいつどれだけ摂取したかっていうね、まあ、ここちょっとプライバシーの問題とも絡んでいきますけど、まあまあ、そうしたものもブロックチェーン上の台帳に記載されれば、万が一何かがあった時にお医者さんがそこにアクセスして対処も速やかになるだろうなって思ったんですよね。なので確かに なのでブロックチェーン技術を活用するっていうのはこれは相当革新的だと思います、サイケデリックスに関して。そうだからね、あ今音声どうでしょうか、すいません途切れてしまいました。あ聞こえてます、うん、聞こえてます、よかった、うん、いやかなり大事な話ですね。本当に誰に販売するのかと誰が販売してるのか、そうなんですよ、うん、このあたりの担保ができたらいいですよね。なんかこうただのね一工場に、私たちの会社は安全と信頼を売ってますからって言われても、もうこれはちょっと信用しづらい領域ですもんね。おっしゃる通りですね、うん、まあ、だからここがすごく面白いなと思ったのが、はい、サイケデリックスそのものが、うん、私たちのこう創造性を刺激して、うんうん、先端的なテクノロジーをね生み出すことにこう一役買ってたっていうだけじゃなくて、はい、あテクノロジーの側からも、うん、サイケデリックスの貢献ができるんだなって思ったんですよね。いやーその通りですね。そうなんですよ。まあなのでこう IELTS 用語ないしは GRE 用語でいけばレシプロカルリレーションシップができてるなと思いました。ちょっと見たことないんですけど、なんでその単語レシプロカルというのは相互互恵的なってイメージですね、うん、はあ、はあははあ、互恵的、お互いに恵むってか、うん、互恵的関係があるんだなと思いました、うん、はは。いやそれだけ実現すると本当にいいですよね。安全感、うん、あとねこうリテラシーのこう
確認とかっていうのもなんかできそうですよね。おっしゃる通りです。誰に有料かの点の。うん。わ、いいな。でもやっぱりこれを見たときに自分自身がブロックチェーン技術にずっと注目してたし、うん、そうですよね。暗号通貨をもうね、うん、何年前か分かんないぐらい。うん。8年前かそうですよね。もうそこはね、専門ですもんね。うん。まあ専門とまではいけませんけど。うん、やっぱなんかそれともつながってくる夢だったなと思いましたね。はあ、うん。いやー、場所によっては見る夢も違いますか。いやー、やっぱそうですね。うん、なんかこう、まあ、やっぱり渡さんもね、この間オランダに来られて、旅の刺激っていうのはやっぱあるなと思ってて、うん、で、いや、思います。はい。私、まあ、この8年間、かなり欧州で旅をしてたんですよね。で、プロ人間大学にいた時には、学期期間中は行けなかったけど、やっぱその長期の休みがあったら必ず旅行に出かけてたし、はい、うん、フロー人間大学をね離れた後はもう毎月か2ヶ月に1回は少なくとも旅行してたんですよ。ははー、うん、でもサイケデリクスにこう出会ってからは、実はこの4ヶ月って最後プラハとミュンヘンの旅行を7月にしてただけで、もう4ヶ月以上経ってたんですね。だから自分にとって久々の旅行だったんですよ。まあ、なのでやっぱその旅の刺激っていうのが、やっぱその言葉の量ですかね、日記の数がものすごく増えてて、そっか、うん、やっぱ本当旅っていうのはいい刺激になるんだなっていうのを改めて思いましたね。そうですよね。溜まっていたものも旅という触媒でこうどんどんね、それこそキノコのように繁殖するというか、つながりますよね、ネットワーク形成が。おっしゃると多いですね。だと思いましたね。うん。いや、そうですね。そう。ケンブリッジ、ボストンという新しいハブが今一つ。できつつ、建設途中ですね、そしたら。そうですね、本当に。うん、まあ、なんかそれでいくと、小樽さんのこう、オタワの話になると、うん、やっぱりその、小樽さんの中でもさっき言ったような、ここだっていう感覚とか、まあ、これはご自身の日本の大学選択の時でもそうだと思うんですけど、は、う、い、んうん。まあ、どうですか、その後のフィット感というか、ここだっていう感覚とか。そうですね、いや、なんか今の話聞いて、もうちょっとオタワ行こうかなと思いましたね、今、一旦、オタワ大学に。あ、いいっす。街の様子を見るとか。うん。うん、まあ、今回が、まあ、あのマイクロプログラムに対してその募集の人数がもうそもそも募集がないかもしれないという事態に、まあ、若干なってきてて、立ってましたね、うん、うん、まあ、だとしても、まあ、自分はこのサイケデリック研究を、まあ、続けていくというか、まあ、この世界で生きていくっていうふうな、まあ、覚悟確信はあるんですけど、うん、まあ、時期が、まあ、1年間ずれたとしても、うんうん、まあ、次の機会に備える意味でもうん、まあ、ちょっと次はオタワカナダですね。まあでも飛行機は実は調べてみたんですよ。うんうん、オタワ。うん。そしたら、まあ、あの、もちろんですけど、やっぱりオタワ直行というのはないんですよね。そうですか、日本から。そう。うん、バンクーバーとかだったらやっぱりあるんですけど、なので一旦アメリカに行って、アメリカからカナダの国際線っていう感じですね。マジっすか。あ、でもそれだったらせっかくだから、バンクーバーはなんか見てきてほしいなと思いましたね。おう、そうですか。バンクーバーはまさにそのフェンタニル中毒者が半端なく社会問題になってるんで、そこの現実を見てほしかったなっていう。なるほど。はい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 。フェンタニルっていうね、あのヘロインの50倍強力で、モルフィンの100倍強力な中毒性のあるダウナー系のフェンタニルっていうものの中毒者がバンクーバー相当問題になってて。そっか。うん。バンクーバーだったら直行便があるわけですね。そうですね。バンクーバー直行便ですね。あの、羽田か成田から出てるやつですね。なるほど。うん。あ、そっからね、オタワだったらまたいいですね。なるほど。うん。その流れはいいな。東か。うん。まあ、でも、あの、ぜひ、その、オタワ大学の、まあ、一番その、メインのプログラムの修士課程にアプライする前には、やっぱ、キャンパスビジットをぜひしておくっていうのはいいかもしれないですね。あ、やっぱり大事ですか、事前に一応、その土地を見ておくのは。だからもし今よりももうちょっと後の方がいいんじゃないかなっていうのはなんか思ってて、それこそどんな研究者がそこにいて、どんな研究者とどんな研究をしたいのかっていうのを明らかにし、アドミッションやその研究者にアピールできるところまで持っていく必要があって、うわ、単にオタワを見に行きますじゃあアピールにならないんですよね。確かに。そうなんですよ。いや、本当ですね。だから今回私が取った戦略は観光だな。そう、やっぱ今回私が取った戦略はもうコネクション作りだし、うん、研究、自分の研究ができるかどうかをもう確認する作業なんですよ。うん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 。これできるって言われたからっていうのはこれもう書くわけですよね。志望読書に、うん。なるほどな。とにかく説得力のある志望読書を書く必要が、例えばオタワの MA プログラムの時にもあると思ってて、うんうんうん、やっぱ観光よりも自分の研究ができるのか、
どんな研究者がいて、で、あわよくばオーディットするわけですね。授業をオーディットする。そういうところまで持っていくといいんじゃないかと思いますね。うん。いや、その作戦だ。うん。いや、いいな、音はね。うわぁ。そうすると、渡辺さんともう時差なしで話せるね。これ、音は。前も話しましたけど。そうですよね。そうそう。お互い遊びに行き合えますもんね。うん。で、ボストンとオタワはどのくらい近いですよね、地図上では。1時間半ぐらいだと思いますよ。うわぁ、すごいなぁ。私が下見したマンションで話しましょう。ラウンジルームとか。あるし。そういうのもついてるような。うわ、いいなぁ、うん。フィットネスセンターもあるんで、渡るさんにフィットネス教えてもらって、ジムで。いや、いいですね。うわぁ。うん、飛行機だとやっぱ近いね。そうっすね。見てみよう。ノンストップで1時間25分。めっちゃ近い。近いなぁ。ダイレクト。近い。近いなぁ。いやぁ。いや、それでいくと、私の最後ちょっと残り10分、15分ぐらいでオタワの話、どうでしょう。振り返りセッション前に行く前にちょっと。そうですね。ただ、まあ、オタワの話、まあでも本当にこう今はひたすら待つ時期っていう感覚ですね。でまあ自分のこう学びたい主軸に置きたいのをまあひとまずはなんとなくですけどこう LSD っていうことにこう一旦腰を据えてみて。そこで深掘りしたかった。まあ残りの時間限られてるかもしれないけど、まあ振り返り回してもいいですけど、ちょっとこれ渡さん教えてください。ちょっと LSD 私は正直すごく嬉しかったですね。まあ逆に LSD に行ったんかっていうなんかその面白さもあったし、じゃあかねてから言ってたように、まあ、お互い同じものを研究してもいいんだけど違うとまたお互いねいろいろ教え合うことも学び合うこともできるんじゃないかなと思ってたんで、渡辺さんが LSD に注目したちょっとその背景とか、なんかここでもビビッときたものがあったんでしょうね。そうですね。こう僕は今例えばこう加藤先生がこう何でしょうね、こう宗教とか、人類学的とか民族学的、まあそういったこう哲学的な背景の中でこのサイケデリックを研究するっていうことと、まあ多分もう無意識のうちにこう自分で自分はどうしようかな、それに対してっていうのがまあどこかで芽生えてて、だとした時にそういったこうバックグラウンドへの、まあこう思い焦がれるような強い情熱っていうのがまあ、今はあんまり湧いてないなと考えたときに、ただ学問という流れとかどんな人がこの学問を作ってきたかってい こう人と人とのつながりとかっていうのはこうものすごく興味が惹かれると、例えばこうスタニスラフ・グロフが、誰々とやり取りをしてとかでそこでサイケデリクスという単語が生まれてとか、なんかそういった何て言うんですかね、ある種の最近のサイケデリクスの起源、そこからスタートするような気がしてて。なるほど。まあ、それはね、もう、遡ったら1500年前のアヤバスカとか、それはなっちゃうんですけど、うん、この科学としての方向っていうのは、なんかこう、ああ、面白い。すごくこう、惹かれるところがあって。なるほどな。あ、それだったら、まあ、オタワでも、ハーバードでもできるかもしれないですね。ある種、その、サイケデリックスという分野に関する、人と人とのつながりを、その歴史の観点から紐解くっていうのは、すごく大きな貢献かもしれないですね。あ、だからこれは、あのフィロソフィー・オブ・サイエンスの観点とか、あるいはヒストリー・オブ・サイケデリック・サイエンスっていう歴史学とかの観点からもなんかアプローチできそうですね。はあ、すごく面白いですね、渡辺さん、それは。そう、でもやっぱね、こう、ハーバードのティモシー・リアリーとか、なんか、人の人生のこう、疑似体験じゃないですけど、その、どういうふうに生きたのかなってことに思いを馳せるのは、なんだかこうロマンチックでいいなという思いがあっていや、その感覚なんかすごくわかるな。うーん、いや、それでいくと本当にね、グロフもそうだし、リアリーとか、ね、クリストファー・ベイシュもそうだし、テレビ・パンとか、やっぱこう1960年代以降の人たちのその人となりとか人生の歩みとか、まあこれを研究していくっていうのはすごく面白いかもしれないですね、本当。いや、そうなんですよね。うん、ただやっぱり本当にこうサイケデリクスという単語、最初は聞いただけでサイケデリクスっていう一つを学ぶと思ったけれど、どんどん蓋を開けてみたら、もうシロシビンと LSD とアヤワスカだけでもう全く違うんだなってことに気づいてきて、俺はちょっと何かまた絞らないと進まないなっていう。そうですね。
まあ、だからそんなこと思ってなかったけど、うん、おっしゃる通りですね。だからこう的を絞りながら、まあ、同時にその全体を見ながらの研究がねできるっていうところが何でしょう、インテグラルを学んだ私たちのある種強みであって、うん、私もそうですね、あの物質だけ取ったら白シビンをまあフォーカスをせざるを得なかったんですね。全部やりたいけど、はいはい、やっぱできないんで、うん、そんないきなり最初から、うん、なので一旦深めながらも、うんうん、でも4象限的にサイケデリックに関することだったら全部学んでいくっていう、やっぱそういうあり方はずっと持っておきたいなと。だから渡辺さん、今回ね、はい、LSD をまずは深めていって、うんうん、それでも4象限をずっとこう絶えず意識しながら探求していくっていうのはいいですね。それなんかね、そうなんですよ、ね、あとこう摂取時間がやっぱ長いっていうことも、なんか僕のフィジカルっていうあの一つの資源を何か有効活用できないかなっていう思いもちょっとあって、ほう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 、8時間よ俺いけると思うよっていうなんか変な自信ですよね。そういうことか、なるほど。うん、なるほどね、そっか、そうね、確かになんかそれ一旦渡辺さんにもね、だから今回 LSD 選んだのすごいなと思ったのが、摂取してもないのよう選んだなと思ったんですよ、うん、そうそうそう。だから逆にその8時間ぐらいの体験なんかこうしてもらうっていうのはなんかいいかもしれないですね、うん、そうなんですよね、うん、なんかこうどうなんだろう、ね、こう上手に付き合えばこうね、そこまでこう、なんていうの、フィジカルにマインドに支障なくこう進むことなんだろうけど、うん、これを研究として自分が実践者でありながら研究者として、さらに指導者としてっていういろんな側面を持たせた時には、うん、こうフィジカルの体力的なものっていうのも結構大事じゃないのかなとか思ってですね、そうですね、そう、月に1回8時間体ねクタクタになるって、うん、それね面白い、あのやっぱり、うん、今のその時代の流れってどうしても効率性を求めたり、そう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 、ハイパーを求めるじゃないですか。だからその LSD って正直そこの観点では人気が逆にないと思うんですよ。でも、はいはい、あえて8時間の体験を1ヶ月に1回してもらうような場を作るとかは、その時代の流れ、ハイパーを求める現代病に対する一つのいい処方箋かもしれないですね。それは本当。いやもう本当にね、あのこの間のゆうきさんとの対話であるけど、逆張りですよね。逆をやってもらうっていう。いや本当面白いと思います。それは。うん、うん。だからまあクリニカルの観点ではちょっと8時間ってのは本当に長いんで、でも、うん、クリニカルじゃなくて、ある種その一般の方たちがお接種する、あんまりレクリエーショナルって言葉使いたくないですけども、その探究的な意味で。一般の人たちが8時間の時間をあえてリトリート的な形で渡辺さんのところに来て接種するとか、それはなんか面白いかもしれないですね。うん。うん、いやそうなんですね。なんでこの調子で、ね、僕がこう LSD と出会って、まあ仮に月に1回ぐらいのセッションをすごい高容量でやった時には、うん、まあ90歳になるぐらいにはもう世界で一番高服用量をした男になるんじゃないかなって。いいっすね。いいっすね。今のところあそうか。そうだよね。クリストファー・ベーシキョリは73回で、ただ そこの1個上の壁が半端なく高いんですよ、渡さん。え、誰ですか？グロフ。あ、グロフさんは、死ぬまでか。グロフさんはもう数千回ぐらいやってるから、そうか。そこ超えたらあれですよ、人類史上一番 LSD を摂取した男。なれる。いいな。でも少なくとも日本人だったらトップになれるでしょうね、それはね。いやー、面白いな。確かに。いやだからそれでいくと、いや本当にこう私も LSD とか MDMA の価値っていうのをこう感じてるんで、うん、実際研究しながら本当に質がいいものを作ってもらうというか、その提携機関とかも見つけてもらって、うんね、そういう体制を整えてほしいな、なんか渡される。いやそうなんですね、僕なんかそういうのこう製造とか、なんかものづく、まあ、ものづくりって言ったらあれですけど、こうね、製造流通そのあたりに関することもなんかこう全部自分でこう手を出してやりたくなってしまうようなたちなので、いやいいと思いますね。だからそれも含めて渡るさんとサイケデリックスの 相性ってもう相思相愛なんじゃないかと思いましたね。やっぱりそのコーヒーをね自分で作っ、コーヒーを作ってる、いやあの確かにスポーツ器具とかも私にプレゼントしてくれたボールとかもそうだし、自分で作ってることに関心持っておられるんで、うん、なんかこうサイケデリックスのところも、まあ、渡るさんご自身が作るというよりもね、その提携して、うん、製造からね、流通販売までを手掛けてもらえるというのは安心感がありますね、それね。そう。もうパッケージ作りからやりたいぐらいです。いやー、いいですね、それは。うん、あいいな。そう。なんで、ね、こう、知ってもらう世界は、
霊性だとか、まあ、超越世界とかスピリチュアリティっていう部分が、うん、に触れることの機会を提供するってことなんだけど、うん、まあ、実際それ提供する場はこのリアリティでの場なので、うん、そこへのこう、なんだろう、親和性というか、うん、きちんと手が届くというか、うん、うん、誤解のないように、うんうん、丁寧に届けるっていうところまで、最後の手に届くまではなんか見届けたい気持ちがありますね。ああ、いいですね、いいですね。うん、まあ、なんか研究してほったらかしいじゃなくて、うん、いや、それを聞いてね、なんかこうなおさらいいなと思ったところがこうあって、うん、最初渡さんが LSD をね、こう専門にするっておっしゃった時に、うんうん、今述べてたのは逆張りですよね。で、うん、それすごくこう大事だなってこう思ってて、で今話を聞くと、うん、LSD を専門にしながらもサイケデリクスを取り巻くその人と人とのこう関係性とか、うんうん、サイケデリクス学者の、ね、生き様、生い立ち、まあ、これをなんかこう歴史を通じて紐解いていくっていうところがすごく大事だなと思ってて、いや、もしなんですよ、うん、私最初 LSD を専門にするって言った時にその逆張りは分かるんだけど、うん、株式投資の観点からするとそれ本当に有望銘柄 なのかってちょっと思ったんですね。そこにバスケットに全部入れて投資するって分散投資の原理原則化すると危ないなって思ったんですよ。なるほどな。やっぱり LSD って今でも違法だし、うん、流れとしては天然系の後に多分こうしたものも合法化されるだろうなって思ってるけど、やっぱ不確定なんですよ。はいはいはい。不確定のところでやっぱその天然系で、いや、これでもうこと足りるじゃんってなってしまったら、うん、LSD が合法化されるチャンスって潰れてしまう可能性もあるなと思ったんですよ。確かに。でも渡さんのおっしゃる通り、研究上は逆張りをするっていうのはすごく大事だし、ほうほう、 LSD も立派な研究の蓄積があるわけですよね。うん、で世界にも少ないですけど今でも研究してる人たちいるんですよ。そういう逆張りはいいと思いましたね、うん、なるほど。その人と人との関係性とか歴史にも関心を持ってるってところがいいと思いました。そうか。もし後者がなかったら、うん、正直危ない賭けに出てると思いましたね。そうなんですね、これ、うん、はあ、その対極感が全くなくて、だから私が最初、うん、もし自分だったらどうするかというと、本当は LSD をめちゃくちゃ絞って研究したいんだけど、今の時代の流れからは LSD はちょっと筋があんまり良くないので、はあ、抵抗する形でメインな物質を研究しておく。で、なるほど、来たるべき時に実はもう自分は LSD めちゃくちゃ研究してましたよっていう形で論文発表とか、うわ、公表していくっていうのが分散投資上すごくいいなって思ってたんですよね。はい、だから和田さんはその物質じゃない形で歴史に注目したっていう分散投資をしてたんで、今日話を聞いて、うんうん、あ、それだったらいいなと思いました。そこまで何も考えてなかったんですけど、結果良かったです。結果良かったと思いました、うんうん、だから逆にその歴史を紐解いてる人たちってあんま本とかもそんな多くないから、はい、いいんじゃないですか、和田さん。それはオタワでもできそうだし、うん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 、いや、そうですよね。なんかこの背、やっぱ背景とか、うん、こう、うん、一般の人に最後どう届けるかってなった時には ここの説明が結構大事かなと思って、いくら物質的にこれが、そうそうそう、脳に神経にどうこうじゃなくて、やっぱりこう、うん、いや、本当そうですね。そういったことで届く層に届けるっていう感じですね、一つの役割。おっしゃる通り。だから3人以上の科学的な研究ってめちゃくちゃ大事なんだけど、小田さんのおっしゃる通りで、人を本当に引きつけるっていうのはその科学言語だけじゃなくて、いや、むしろその物質に関わってる人たちっていうのはどんな人間なのかとか、その研究に携わった人たちの生き様に惹かれる面ってあると思うんですよね。そうなんですよね。そうそうそう。で、どんな歴史を持ってるか、やっぱこれはすごく大事な研究だと思いますよ。いやー、嬉しいな、うん、ますます力が入ります。ちょっとなので、まあ、この歴史のとこと LSD ですね。ちょっと後半では、まあ、もし、振り返りセッションで、うんうん。渡さんが、もし LSD 以外にも、ちょっとなんかね、注目をしているものがあれば、まあ、これ結構私、ポールとか、さっき言ったポールとかにも聞いてたんですよ。彼が専門としてる物質は何かしてたんで。確かに、うん、気になる。でその、他の物質への関心はとかも聞いてて、やっぱ皆さんそれなりに、ちゃんとその、第二の道やっぱ用意してるんですよね。すごいな。だからそれも含めて、ちょっと振り返りで渡さん、もしよろしければ。ぜひ。ぜひぜひ。はあ、わかりました。ありがとうございます。ではですね、ちょっと最後、一言一言いきましょうか。はい。では、
私の方から、リスナーの皆さん、加藤先生、今日もありがとうございました。今日は、ボストンからの声が届いているということで、なんだかその磁場のエネルギーがビビンに伝わってくるような回だったんじゃないかなというふうに思います。もしよろしかったらこの後もですね、後半の振り返りの方もぜひお付き合いいただければと思います。本日はありがとうございました。タラさん、ありがとうございました。渡るさん、そしてリスナーの皆様、今回ですね、37回のラジオも聞いていただきどうもありがとうございました。途中すいません、やっぱりちょっと私の方で咳払いをしたりですね、まあちょっと鼻水はこう渡るさんとの対話が盛り上がったおかげで鼻水は噛んでなかったと思うんですけど、ちょっとやっぱり咳払いはちょっとしててですね全然気にならなかったですね、うん、どうですか、うんうん、まあ、ちょっともし聞き苦しいところがこうあったら申し訳なかったなと思います。でもやっぱりこう今日時間変更してでもやっぱりこうボストンでの体験を皆様にシェアをしたかったので、まあ、このラジオを聞いていただく時間時差はあるとは思いますけれども、何でしょうね、こうしたその時空間をこう超えて、まあ、今日渡さんとリスナーの皆様とこうつながれたこと、本当に感謝をしております。ではよろしければですね、振り返りの方も聞いていただければと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。